京赤坂の TBS ラジオから生中継中。ライムスター歌丸。アフターシックスジャンクション。ミュージックゾーン。ライブ&ダイレクト。さてさて、ここからは毎日ライブや DJ プレイなど様々な形で音楽をお届けするライブ&ダイレクトのコーナーです。今夜のゲストは、これありがたいことです、まさに発売当日です、はい、9月20日にアルバム OK シンセサイザーリリースしたばかり、ザ・リーサル・ウェポンズのお二人です。ここ TBS ラジオダイレクトスタジオにお越しいただいてます。今ねちょっとね、ライブ用のですねちょっと今セッティングがちょっとね続いておりまして、今 iKid さんがですねモニターをちょっとねチェックしてますんでね、はい、まあじゃあ先にご挨拶、サイボーグジョーさんこんばんは。こんばんは。どうもありがとう、突然呼んでごめんなさい。いやありがとう、ありがとう、ありがとうございます。アルバムね発売当日忙しいところありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。ありがとうございます。今日もねいっぱいプロモーションで回れたばかりなんですね。そうですよ、うん、お疲れ様でございます。あ、大変、サインしまくって目に目にサインしましたよ、うん、ね、でもそれだけ大人気ってことですから嬉しいこと。いやーありがとうございます。お疲れ様です。はい、さあということで改めてリーサルベポンズのご紹介しておきましょう。はい、1980年代から1990年代のカルチャーをテーマに、狂気の発明家アイキッドが最高傑作サイボーグ城を発明。2019年1月に東京都中野区都立火星にて爆誕しました。2020年の8月、ソニーミュージックレーベルズよりメジャーデビュー。12月にはストリートファイター2オマージュの昇竜拳が出ないを発売。2022年の2月メジャーファーストアルバムアイキッドとサイボーグ城をリリース。そして昨年はリーサルウェポンズシンセウェーブプロジェクトがスタートしまして、ネコネコヘブンフィーチャリング上坂すみれ、そしてサムライディスコフィーチャリング眉村千秋、そしてアトロクとのコラボレーション楽曲です、シューティングスターレディオフィーチャリング歌丸スーパーササダンゴマシンをリリース。そして本日9月の20日コラボ3曲も含む合わせて14曲を収録したメジャーセカンドアルバム OK シンセサイザーを発売されました。おめでとうございます。さらに11月11日土曜日、スペシャルライブ国技館バトルロイヤルが両国国技館にて開催されます。よいしょー。ということでアルバム完成リリースおめでとうございます。あ、アイキッドさん大丈夫ですか？ます。あ、ギリギリ大丈夫です。そんなあのね、ちょっとしょうがないですよね。やっぱこう形状がね、形状がそう簡単ヘッドホンできないですもんね。まあいわゆる一つの自業自得というやつですけど、まあでも本当にあのアルバム完成あのあれですし、あの何よりそこにこう私自身ですね、中の人として参加できたのはすっごい嬉しいんですよね。めちゃくちゃ光栄です本当に。こちらこそ光栄です。ありがとうございます。売れてほしいなっていうね、売れてほしいなっていうアルバムでございます。今回まあ OK シリーズ、僕らの参加したそのあの7インチシングルシリーズがシンセウェーブシリーズって感じでしたけど、はい、やっぱ OK シリーズ、まあ、シンセウェーブシリーズアルバムって感じですか？そうですね、完全にもう、うん、あ、前回がギターばっかだったので、うんうんうん、今回はかなりシンセを強めにしましたね。はい、新曲もねボコボコ入ってて、うん、今後ろに入ってる坊主って釣りの話。そうです、そうです。釣り好きなんですか？釣りが好きで、私があの横須賀でアジ釣りしてたんですけど、全然去年はアジが入ってこなかったので、その悔しさを曲にしました。アルバム実質の1曲目がこれでいいのかっていう、そうですね、このね、いやアルバム実質1曲目めっちゃかっこいいさ、その新生より始まりだしたね。何の歌だって魚釣れないって歌でいいのかっていう、これすごかった。そっからそう、しかも坊主でさ、スピード感で始まって、うん、そっからシューティングスターレディオそのまま行くんで、ちょっと私光栄すぎてね。え、ジョーさんちょっとどうですか、このアルバム出来上がって。ベリーベリーハッピーデー。ありがとうございます。いやー、あとそうだ、なんかあの今回聞いた中で言うと、あのマイケル・ジャクソンさんかもね。そうです、感動的でした。これあ、本当ですか、ありがとうございます、うん、これは割とストレートに MJ 参加を入れたいって感じだったんですか？そうですね、いやもう80年代標榜してる以上絶対にこう外せないじゃないですか、うんうん、マイケル・ジャクソンはいつかやろうと思ったんですけど、うん、もう今回やろうと思って、キング・オブ・ポップという曲でね、はい、これ英語詞ですもんね、結構がっつりね。そうですね、うんうん、英語詞というとあの最後のね、チクタクってタイトルになってるけどあれのすごい空耳英語詞がね、はい、すごい時流に乗った空耳英語詞。あ、やっぱそういうニュアンスなんですね、今ね。いやいやいや、なんていうんですかね、その SNS の素晴らしさっていうんですかね、SNS の素晴らしさを歌っている。そうです、承認欲求とか言ってそうですね、承認欲求はいいことですか ね、いいこと、悪いことじゃないですからね、あと仮想通貨サンバも面白かったですね。はいはい、これなんで仮想通貨なんですか？それは2021年の10月ぐらいにあのジョー君がですね、うん、仮想通貨のビットコインを高値掴みしちゃったんですよ。え、でその後毎日こうチャート、コインチャートずっと見てて、で私の曲を全然なんか適当に歌うようなで心ここにあらず、ね、イラッとして書こうと思って。ジョーさん仮想通貨
やってどうでした、うん、儲かった？ダメですダメです。もう下がったよ。その感じを曲に落とし込んだという。完全に今塩漬けですからね。塩漬け、うん、歌っててどうですか、仮想通貨サンバは？楽しいです。ありがとう。なら何よりでございます。ありがとうございます。とかね、あのでもあのやっぱめちゃくちゃサウンドかっこいいし、あの楽しいしで本当にあの素晴らしいアルバムになってると思います。ミッション例の問題作一本ミッションインポッシブルも入ってますね。うん、もうむちゃくちゃだっていうね。これでいいのかってね、トム・クルーズに聞かせたいっていうそうなってますもんね。はい、ということで、あとはその国技館控えてんですね。はい、これすごい。これどんなライブになりそうなんですか？これはもうバトルロイヤル形式なんですけど、うん、まあ、いろんな業界の猛者をこう相手しながら、我々がプロレスをしながらライブをするっていうですね、おうおう、斬新なやつですね。やっぱ国技館という場を生かした。そうです、あれなんですね、うん、ちょっと11月1日私ね、実はちょっとこの日ね、どうしてもあれなんですよね。なかなかごめんなさいね、ちょっと正式ライブなかなか参加できなくて、なんかちょっとすいません。今度ね。いやいや、ありがとうございます。ベシッと今指さされました。ありがとうございます、ジョーさんにね。さあ、ということで今日は、スタジオライブをしていただきますが、どんな感じのライブをしていただけるんでしょうか？今日は、今日発売のアルバムからですね、こうたくさん何曲か演奏しますので、うん、はい、ありがとうございます。まあもちろんあれですね、ちょっと私もね、はい、あの正式ライブなかなか参加さ、ね、できなくて申し訳ないんですけども、その代わりといってはなんですが、やっぱせっかくこの番組にお越しいただいてるんで、はい、水曜のライブはもうあと2回ですし、はい、そうなんですよ。恥ずかしながら途中で私も参加させていただくことになるかもしれません。ジョーさんに急に呼び出されて慌ててね、私が向かうというね。いやー、うん、ありがとうございます。また聞けるということで、サンキュー、ありがとうございます。ということで、ここから TBS ラジオダイレクトスタジオから、ここから、ザ・リーサル・ウェポンのアトロックスタジオライブをお送りいたします。ぜひ皆さん、リアルタイムの感想をお待ちしております。宛先は歌丸アットマーク TBS.CO.JP、 歌丸アットマーク TBS.CO.JP までぜひお送りください。アフターシックスジャンクション1のステッカーを手に入れるチャンスでもございますので、はい、リーサル・ウェポンズファンのことももちろんのことね、初めて聞いたという方もぜひお送りいただければ幸いです。それではリーサル・ウェポンズライブです。行ってみよう。アニキアニキ Come on everybody let's go。 アニキShoo a Schwarzenegger, Seiji Mo Yachow action star, Red Bull Commando Predator, Total Recall Terminator, Kasegida Money Day, Dekai, Seiji Rakusa Star. I'll be back. Let's go. I'll be back. A booty, 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 Bruce Willis.Boogie boogie 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 Bruce Willis, Booty Bingo Chunin action star, Die Hard Pulp Fiction, One Mike and Dan Last Boy Scout, Yuki Boodoo Sayani, Sucky Boo, Let it go, let it go, let it go. Hey, Utamaru-san and Hibi-san, After Six Junction, Hachi Juninda, Junjo, Yak Percent.No Toko, no Naka, no Otoko! Dead Dead Queen! Yeah! Long, 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 grin, come on! Long, 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 grin! Bam, 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 damn! Bam, 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 damn! T, 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 Mr. T, let's go! T, 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 Mr. T! Sega, 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 Sega! Sega, 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 Sega! The Road Warrior Mad Max!Chuck Norris, Kuntai Shushin action star, Chuck Norris,
超絶かけアクションスター80年代アクションスターみんなが大好きアクションスター80年代アクションスター超絶かけアクションスター80年代アクションスターみんなが大好きアクションスター見えないけど、黄色と青いの人は、作詞作曲、ギター弾いてる、ピアノも弾いてるね、ミュージックビデオ監督、実はね、バンド作ったね、アイキッド先生でーす。おはようございます。イエー、先生。おはようございます。先生どうもです。で、アイキッドです。で、私のね、鳥塚生っていうところに住んでんだけど、その近所のね、飲み仲間兼ボーカル兼私の最高傑作サイボーグジョー君でーす。じゃあよろしくお願いします。サイボーグジョー、先生、今日は何ですか？今日はね、アルバムのね、発売日なんだな、これが。ジョー君、今回の OK シンセサイザーね。OK シンセサイザーはどういう曲なんですか？どういうアルバムなんですか？ベリーベリーナイスアルバムじゃないか。じゃあそっから何曲かやろうかな。あ、はい、よし、やろう。 It's a 新曲 BOZU Put those hands together。 目覚まし取りにウェイクもう着準備せ Dreaming 高鳴るほど寝不足 happiness Falling 飛ばしてく highway 現場に到着仕掛けも済んで throwing gas Welcome to paradise この海に咲かないねこの川に咲かないねこの池に咲かないね全然持ってね探しても見つからね欲しいても遺作はね壊しても取り込まね才能きっとね I am a loser 黄張りにワームにペンスで裏組み地平サビギブコミ泳がせ針先シャープネス
ありがとうございました。一瞬ちょっと歌詞がウロな瞬間ありました。すいません本当にね、ノリでちょっと乗り越えましたけどね。最高です。最高でした。お二人ありがとうございました。いやありがとうございます。イエー、あの新曲も込みでねやっていただいてありがとうございます、はい。ぜひですねちょっと私あのこっからメールを選びますんでね、大変ですから、皆さんからどこから届いているメールをご紹介しつつお知らせの後、はい、イニシャルウェポンズのお二人にお話また伺います。お疲れ様でした。ありがとうございます。そしてまだまだ受け付けております。utamaru@tbs.co.jp までお願いします。アフターシックスジャンクション、この時間はライブ&ダイレクトをお送りしています。今夜ここ TBS ラジオ第6スタジオからザ・リーサル・ウェポーズアトロックスタジオライブをお送りしました。アルバムあの OK シンセサイザー発売当日ですからね、貴重なライブでございました。ありがとうございましたお二人。ありがとうございました。ありがとうございます。ボースやりました ね、 ね、最高すぎる。最高ですね。あんなに笑ったの初めてってくらい笑ってますもん。あの後半のさ、あのマナー悪い釣り人に説教するくらいが最高ですね。ゴーホームとかね、ゴーホームとかね。第6スタジオでやっぱスタジオやっていただくとあのコールアンドレスポンスできるから嬉しいですよね。やっぱね80年代アクションスターとかやっぱね、一緒に歌ってなんぼですからね。いかがでしたかジョーさんはライブやって。いやー何いやーあの楽しかった。ベリー楽しかったよ。ありがとうございますね。参加してくれてありがとうございます、あねシューティングスターレディオもできてすいません。ところどころ歌詞が相変わらずちょっとウロな瞬間ってすいませんね本当にね。この時間帯に聞くっていうのがやっぱりね最高で、この3人のねやっぱりこうライブ感というのはね、うわーよかった来てて、ね、いつかでもちゃんとステージ上でやりたいですけどね、はい、絶対必ず実現させます。すいません私のもっぱらねあのスケジューリングの問題はい、メールもいっぱいいただいてるんでぜひご紹介させてください。ね、ザ・お昼さんかな、高速走りながらのリーサルウェブも最高です。まさにシューティングスターレディオ状態。最高だ。いやいや逆方向のすいた高速を流しながらの最高の音楽、あっという間に目的地に着いてしまった。本当にシューティングスターレディオ状態。なので残りは明日タイムフリーで聞きます。 CD も買ってまた聞こ車で聞こうと思います。これからも頑張ってくださいというですね、ザ・オフィルさん、あとですねラジオネームヨッチーさん、今日のライブはボンズが大好きな11歳の息子と一緒に楽しみました。最高です。コギーカも息子と行きます。ラムとコークさんはアーニーキーライブ楽しかったです。 80s ピカピカシンセの音に、ジョーのまっすぐな歌声が合いますね。OK シコンピューターもシンセサイザーも今朝から聞いて、仮想通貨サンバで爆上げしました。個人的にはマツケンサンバ2以来の3番目がヒットソングです。11月の国技館も、感染しに来ます。お怪我には気をつけてください。ラジオ越しの生シューティングスターレディも素晴らしいのですが、いつかこの目で共演を見たいです。皆さん忙しいところで気長に待ってます。すいませんね本当にね。もう一発いこうかな。メグタンさん、コロナで自宅療養中ですが初っ端から一緒に、I'll be back と縦乗りしてしまいましたと、シューティングスターレディオ最高。アトロックのおかげでリーサルベモズさんを知りました。定期的にアトロックに登場してくださりいつも楽しい時間をありがとうございます。両国国技館のライブも今調べたところアトロックでおなじみの皆さんも出演されるんですね。他にも出演者に都立火星商店街の皆様とありすごく気になります。行きたいステッカー欲しいですとかですね、いただいてます。本当にありがとうございました。ね、でもまあ、リサルベボンズの曲はねめちゃくちゃなんていうかどの曲もかっこいいし、あの乗ってて楽しいっていうか感じなんで本当に私も参加できて嬉しいです。本当にこれに懲りずあの、はい、呼んでくださいねお二人ね。ぜひ本当に来てください。大丈夫ですか。なんか本当、あこ先輩めんどくせえなみたいな。ないですいませんね本当ありがとうございます。本当最高でございました。ということでぜひ、最後のお知らせごとお願いいたします。はい、本日9月20日メジャーセカンドアルバム OK シンセサイザーが発売されました。イエーイ。もちろんシューティングスターレディも収録されてます。と、9月24日唐崎ラチッタデラで、フリーリリースイベントを行います、中央噴水広場で13時からです。皆さんカモーン。11月11日1並びの日土曜日ですね、スペシャルライブ国技館バトルロイヤルが両国国技館で開催されます。楽しそう。最高楽しそう、チケットは昨日9月19日に一般発売されたばかり、詳細はザ・リーサル・ウェポンズオフィシャルホームページまで。ありがとうございます。ということで、引き続きアフターシックスジャンクション2もですね、あのライブコーナー週1にあるんですけど、あのこうやってスタジオライブやっていこうと思いますんで、またお二人来てくれるかな。わーイエーイいいと思う、これいいと思う。いいと思う。そうそうそう、ありがとうございます。すいません、私が急にタモさんを振りしたのも良くなかった。このギャグ前やってたんですよ、ずっとやってたの、やってたのに全然もう覚えてないからいやこれがいいんですよね。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、こちらこそです。本日のライブ&ダイレクトゲストはザ・リーサル・ウェポンズのお二人でした。ありがとうございました。
またよろしくお願いします。 OK シンセサイザー最高です。皆さん聞いてください。売れるといいな。メガヒットですね。お願いします。今夜のライブもう一度聞きたいという方、ラジコのタイムフリー機能で来週の水曜日まで聞き直せます。どうぞご活用ください。そして明日のこの時間はインドネシアから凱旋帰国した高野真所改め DJ プロハンバーガーさん登場です。お知らせの後は番組内番組様々な